黒猫ゲームズ見てね。ここアリに占拠されてる。やべえ、アリが支配してんの。これアリが、アリにね乗っ取られてる。ここせーの、こんにちは。黒猫チャンネルへようこそ。黒猫と申します。アンフライトと申します。はい、今日もね、今6時なんですけど、朝から山にやってきました。はい、今日はね2人なんで怖くないです。うん、朝の山怖いんですよ結構。なんかすごい雰囲気だね。はい、うん、前回ね、前々回から大量採取の場所にやってきました。はい、あのね、もう10日ほどね寝かしたんでね、きっとクワガタ入ってると思うんで、頑張って探していきます。はい、しかしこの坂はやばいな。急だな。滑るよ。1箇所目に着きました。はい、暗いわ。あの、どうやってわかる？わかる。あそこにめくれがある。そう、あれなんですよ。前回発見しためくれはあれです。あそこに何響きがいたの？そうですね。あそこでね、筋もいたかな。ああ。ですね、これあの、よくね、視聴者さんに質問で聞かれるんですけど、正確な場所はやっぱ教えれないんですよね。うん。これね、めくれやっぱりね、剥がされちゃうしね。うん。あのね、ちょっと秘密なんですよ。ちょっとね。はい。なんでね、申し訳ないんですけど、最終で楽しんでみてください。はい。じゃあ行きますよ、あそこに。はい。いますかね。アリがいるんだけど。あれ？あ、胸赤？胸が赤い。胸赤のアリがいるの。どこ行った？あ、どこ行った？なんか、ここにいる、ここに。ここに何匹かいる。胸赤？胸赤。え？ジョーアリでとか、いきなり。いや、ジョーじゃないと思うんだよな。まあ、一応捕まえておく？うん、わかります、これ。わかる？胸が赤いアリ。ちょっと見えたね。うん。じゃあちょっと、僕で。出してみようか。出してみよう。何取りに来たんだっけ？クワガタ。これです、これ。胸赤オアリ。うわ、ぶわり。え？トゲアリ？これトゲアリじゃん。トゲアリ？え、胸赤？わかんない。ちょっと一匹捕まえて帰る。いや、かわいそうだな。ちょっと。これです。これ。トゲなのか、胸なのか。胸なのか、トゲなのか。もうなんせ、すごい。いいよ、これ。そうだね。ここ、アリに占拠されてる。やべえ、アリが。支配してんの。これ、アリが、アリにね、乗っ取られてる、ここ。やばいね。やばい、これ。アリ。これ、アリね、全部出すぞ、これ。クワガタ入んねえ。出す。よし。出すぞ。阻止しよう。アリちゃんたちはね、全部スポークで書き出したんですけど、はい。やっぱね、クワガタ入ってないですね。やっぱりね、アリとか他の虫も入ってたからね、それもあるかもしれないね。ツラタン。ああ。次行きます。はーい。わかります？ 2 番目のポイントはここです。はい。アマゾナイド知ってる？ここ。わからない。でも、僕も1回来たことあるはず。うん。2回か3回来たよね。そう。去年もね、ここで動画撮ってるからね。うん。じゃあ見に行こう。よし。あ、違う木だ、これ。違う？これ、めくれてねえや。違う木だ。これじゃねえや。アマゾナイトごめん、あっちだったわ。あっち。あそこだわ。行くぞ。こっち。この木か。この木だ、この木。ふらふらにならないほどのめくれがある。そうだね。よし、この木調査しますよ。はーい。いるかな？いた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 。ペアでいる、ペアで。どこ？中の方、ほら。ほんとだね。これはココアかな？いや、平田だな、これは。平田かな？取り出してみようか。ちょっと取れない。
わかるか。あ、ちょっと赤いよ、でも体。うん。取り出そう。そうだね。まあ、取り出してみてみよう。メスですかね。いたんですけどね。いないんですね、これ。メスが、ペアでいたんですよ。メイトガードしてたんですよね。どっか行っちゃったかな、やっぱり。折っちゃったかもしれない。いやー、つらたんやな。悲しいね。下。絶対無理だよ、これ。もうこの量の葉っぱだから、ね。無理だと思ってるんですけど、一応ですね、バサバサ探してはみます。はい。うわー、つらたん。これ、ここにもムカちゃんがいる。ムカちゃん。でかいよ、ムカちゃん。怖え。何ムカでこれ。わかんねえな。ちっちゃいアリもいるよ。うん。これあれじゃねえか、まだ筋じゃねえか。筋みたいな、ちょっと背中に筋がある感じはしてるしね。これ筋だ。筋だね。なんか視聴者さんからね、結構レアですよっていう話も聞いたんですけど、ここは筋の山だな。そうだね。顎の形とかも、うん。いかついし。ああ、じゃあ、さっき言ったやつはメスか。多分ね。うわ、ペアで欲しかったのにな。つら。アマゾナイト。何？わかる？疲れてるね。3本目の木についた。おー。あれだよ、あれ。でかい。あれがやばいんですよ。でかいな。うん。このね、この3つのポイントね、ほんと外れだったことがないんでね。おぉ。あれに期待します。去年あれ、ミヤマとか取った木だからね。やったね。よし、行くぞー。行こう。近くまでやってきた。やってきた。うわ、耳のあたりプンプンうるさい。これね、遠目にね、まず見るんですよね。そうだね。遠目に見てね。それから近くで見るっていうね。はい。探すよ、探す。すごい量の蜜だね。うん。倒れないだろうな、こいつな。やばいな。スペシャルな木だからね、これは。うん。倒れるとちょっとね、ツラタンですね。そうですね。今日はツラタン多いな。やばい。この音はスズメバチの音だ。普通だ。ブンブン言ってる。そうですね。外から見た感じはちょっとわかんないですね。やっぱめくれの中か。そうだね。よーし、じゃあ、はしごで登るよ。はーい。登ってまーす。あー、いないんですよ。いないっぽいですね、これね。うん。詳しくちょっと見なきゃいけないけど、このめくれはいないっぽいですね。そして、こっちのめくれ。取りづらいね。こっちのめくれもですね、ちょっといないっぽいですね。あ、いないっぽいです。すっごい取りづらい。はしごの上に乗ってるからすごい取りづらい。落ちそう。上に来ましたけど、めくれが、いないですね。この子はいないです。もう取ってるだけでも手一杯なんですよ。はい。こっち側の方もね、見てみたんですけど、いないんですよね。これね、めくれがね。はい。ちょっとね、はしごにしがみついてるから、すげえ取りづらいんですけど、いないですね。ちくしょーちくしょー頑張ったのになぁ。取れそうだったのに。いなかったね。いや、筋のペア逃がしたのは痛い。そうだね。マジ痛い。メイトガードしてたのになぁ。悲しい。よし、じゃあ別のポイントいくよ。はーい。他に服脱ぎねえかなぁ。うわ、ヘビ、ヘビ、ヘビ。え？ヘビ？ヘビ？ヘビ。これ木じゃね？木、木だ。いや、飛び乗れたな、お前。うん。4本目の木でーす。はい。もう朝なんでね、7時過ぎました。ちょっとね、無理かなぁ。ノリの木足来る。まあ、裏があるからね。うん、のことがついてないかなと思って来たんですよね。うん。ちょっとしたらね、カブトもね、これぐらいの時間だったらね、いるんでね。うん。裏回ってみたいと思う。はい。やべ。裏行くの半端ねえな。裏に来ましたよ。いるかな。
っかな。変な星？変な星は？なんこれ。こっちから取れないや。取れない。いるかな？ここはですね、すごいんですよ、この。うろっちゅうかもう、壊れかけ？ボーって穴が開いてる。やばいんですよ、これ上の方まで。上の方まで空洞なんです、こんな感じで。半端ないんですよ、これ。しかし、いない。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 だって、樹液の匂いしねえもんな。まだ全然樹液の匂いしない。はい。ちょっと早い感じですね。奥のもう一本の木いきますよ。なんだこれ。これはスズメバチトラップだな。あーなんかかわいそうな虫が水死体になってる。かわいそうに。かわいそうにね。ツラタンですね。本日ラストの木、こちらでーす。いるかな？いるかな？うん。ちょっとね、はしごで登らないといけない。はしごで登りまーす。はい。近くまでやってきた。スズメバチの羽音が聞こえる。一番上でスズメバチが幹吸ってんだ。怖え。わ、わ、やばい。やばいやばいやばい。やばい。やばい、あれ。スズメバチだ。でけえ。やばい。降りてきた、降りてきた、降りてきたぞ。やばいやばいやばい。やばい。動くな、動くな。逃げよう。止まった。あそこスズメバチ止まった。飛んだ。うわぁ、やべえな、スズメバチ。甘すぎてちょっと逃げとけ。はい。あそこで動く、なんかしてる。なんかしてる、スズメバチ。何やってんだ、あれ。なあ、樹液のお友達、スズメバチ。これはちょっと無理だなあ。あそこのめくれ見たかったのに。あの野郎。無理はね、しない方がいい。スズメバチね、本当にね、危ないっす。家に帰ってきました。いやー、今日はね、まあ、不発といえば不発なんですけど、でもね、スジクワ捕まえました。この子、この子。わわわ、動いたら映らなくなっちゃうじゃないか。はい。前回ね、視聴者さんに教えてもらって、スジクワってわかるようになった個体ですね。すごくちっちゃいですよ、これ。とりあえず測ってみましょうか。スジクワちゃんの大きさは、よー !3 センチない。29ミリ。いやー、まあまあまあ、かわいいよね。はい。やっぱこの顎がね、すごい、特徴。おーおーおー。元気元気。あれあれ、落ちちゃった。これね、この顎。この顎をね、見分けつくようになりましたね。うん。つぶらな瞳も可愛い。これね、つがいでいたんですよ。いたんですけど、残念ながらね、メスはね、落っこっちゃってですね、見つからないですね。うん。まあでも、ね、でもあの場所にね、また行けばね、きっとね、メスまた入ってると思うんですよ。それを狙うしかないと思う。いやー、しかし、可愛いですね。うん。ココアは違う可愛さがある。うわぁ。スジクワちゃんですね。ココアよりはね、やっぱかっこいいですよ。この顎がね、やっぱりね。うん。独特の顎してる。めちゃくちゃかっこいいと思う。はい。どっか行っちゃうの？ああ。ちょっと待って、画面に映らなくなっちゃうからさ。
ちょっとじっとしとってくれないかな、無理かな。黒猫はですね、結構このスジクワちゃんにはよく合うんですけど、なんか場所によってはいないみたいで、結構レアらしいんですよね。うん。そうなんだって感じですけど。でね、やっぱブリードは難しいらしいんですよ。で、今年の夏はね、ぜひメスをなんとか捕まえてですね、ブリードに挑戦したいなーって思ってるんですよ。うん。いやー、しかし、かっこいい。かっこいいね、これね。うん。あんまりね、いじるのは良くないかな。黒猫はあの、黒板に挟まれて血が出たことありますからね。はい。これぐらいにしとこうかな。お疲れ様でした。今日はね、ちょっと残念な結果だったんですが、まだまだシーズン始まったばっかりなんでね、たくさん昆虫捕まえていきたいと思います。旅行とか行きたいな。昆虫採集旅行。はい、それでは今日はこれでお別れですね。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。よかったらまたコメントをね、ください。